熊井君、道路へ近かったら泣いてる方行って撃ってもいいよ。熊井君、寄って撃ってくれよ。渡っちゃったじゃん、それじゃあ道路を。反対側じゃ今。だから渡っちゃったずら。今かかってるよ今。すぐそこへ。お檻の方行ってくれっつったに。いるライトのとこにいるよ。熊井君に寄ってもらって撃って撃ってくれ。俺まだまだだ。取ったよ。後ろから撃っちゃったからちょっと肉ダメだったけど取ったよ。玉井君って玉抜いてか。Ah!
止めを入れた。昨日のイノシシじゃないわ。30キロ。うん、40キロぐらいだな。ここずるずる沢引っ張っていくから、その沢のとこで待ってて。よし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 。12月15日小瀬戸山入って10分で打ち取りました。よしよし、これもオスだ。オスばっかだ。オスばっか。あー、やだ。今日は3匹してナイスってからよかったじゃん。たまもん。少しあんな。少しあんな。あ、ちょうどいいや、ここへ。ここでつけりゃ。そこで綿抜いて。あんた、母さんが綿まで綺麗に処理できれば持つんできる。よっ。おお。あ、ここへ持ってきておいて片付けるで。ここへ。おお。はい、犬を捕まえる。鉄と玉とチビで小瀬戸の山へ入って10分で起こし、向かい山でそれこそ起こした時から 100m、200m で止めました。寄っていって止め入れて2発消費。